サッカーマガジン、月刊サッカーマガジン、月刊サッカーマガジンは日本のベースボールマガジン社 BBM が1966年2月から刊行しているサッカー専門誌である。前身を含めて現存する日本国内向けのサッカー雑誌としては最古産の歴史を持っている。1966年2月17日、創刊準備号として前身となる スポーツマガジンサッカー特集号を発行。その3ヶ月後の5月に月刊誌としてサッカーマガジンを創刊。その後、いくつかの右与曲折を経て、1993年の日本プロサッカーリーグ、J リーグ開幕に合わせて週刊誌へ新創刊。合わせて週刊サッカーマガジン、週刊サッカーマガジン解消。2013年10月まで延べ20年。 週刊誌として発行した。同11月より2016年6月24日、発売の8月号まで月刊誌、サッカーマガジンゾーンとして刊行。創刊50周年の説明に合わせ、2016年7月23日発売の9月号より、月刊サッカーマガジンと指名を戻した。本市では、J リーグの登録選手について、本来の登録名とは異なる表記をされている。 日本人選手、帰化選手も含むが何人かいる。三浦和義は、カズ、サントス・ワレサンドロは、日本国籍取得、登録名変更後も、アレックス、サントスが帰化したおり、これからも、アレックスと呼んでほしいと発言している。田中マルクス・トゥーリオは、日本人選手が、フルネーム表記されているページでも、トゥーリオ。ディビッド・ソン・ジュン・マーカスは、日本人選手が、 生だけ表記されているページで本来なら生のディビッソンと表記されるところ、ジュンマーカス、長谷川アーリアジャスールもディビットソンと同様の例でアーリアジャスールと表記されている。競合誌の週刊サッカーダイジェスト、サカーダイでは、韓国、朝鮮系選手がカタカナ表記となっている以外、そのような現象は見られない。読者から毎週一つのお題を募集し、投稿されたネタを披露する。 サッカーの元というコーナーがあった。その他の連載では、藤島大の無限大のボール、ジャックティベールのフットボールを歌うなどがあったが、エンターテインメント性を前面に出した他史に比べ、2006年11月の紙面リニューアル後は特に硬派なページが多い系があった。ただ、かつては、もしサッカー選手でなかったらや、アカシアサンマの爆笑キックオフなどの連載もあった。 2008年3月25日号から村山、文雄による4コマ漫画、ウル、トラスーパーサブの連載が始まった。坂台で連載されていたスーパーサブ、劇場の遺跡とも取れる。2008年、月2回発行されていたワールドサッカーマガジンの廃刊に伴い、同誌に掲載されていた、ティティのバルサ発見記、バルセロナ遺跡後のアンリのスペインでの体験談。 俺のブルーズを聞け。チェルシーに所属するドログバのコラムらのコラムが映ることとなり、事実上、ワールドサッカーマガジンを吸収する形とな。最月間化された2014年1月号、2013年11月発売、以後はテーママガジン形式のスタイルをとっており、J リーグだけでなく、世界のサッカーの現状や問題点、トピックスに重きが置かれいる。 また宮本恒康特別編集長、堀江貴文、又吉直樹らの連載コラムや、サッカーに関連した、サブカルチャー、テレビゲーム、音楽、映画、本他についての連載が掲載されている。週刊誌時代に連載していた、J リーグ各クラブや、各カテゴリー別のトピック、国外サッカーの戦表などは掲載されていない、J2 リーグについては、月刊、J2 マガジンに、 各クラブのトピック掲載している。月刊サッカーマガジンとして、再リニューアル後は、日本最古の専門誌、再主導として投稿コーナー、サッカーのもとが、復活、続、サッカーのもと、インタビューを中心に、サッカーそのものを伝える、紙面構成となった。同志が創刊された当時、サッカーはまだ、日本では、マイナー競技であったため、初代編集長の関谷は、 写真一枚を選ぶにしても、できるだけ貧相な写真は載せないようにしていたという。編集部に読者の母親らしい人物から息子が家出しました。持って出たのはサッカー用具と貯めていたサッカーマガジンだけです。何かあったらお願いします。という電話がかかってきたことがあった。1981年6月に6年ぶりの月刊誌に戻すのを機に、 それまでは外国物の記事中心だった当時のライバルイレブンに対抗する形で70年代前半から外国人選手ばかりだった表紙を日本人で中心に方針変換した。1982年 NHK が FIFA ワールドカップスペイン大会を19試合放映したのを機にブラジル代表の黄金の4人が日本中を熱狂させた。 その時にブラジルコーヒーインの提供でブラジル代表の T シャツプレゼントを市場応募した際、あっという間に1万通を超える応募が編集部に来たので、この反響の大きさには編集部一度驚いた。1989年 FIFA ワールドカップ1990年イタリア大会の南米予選においてチリ代表のゴールキーパーロベルトロハスが投げつけられた。 発煙筒が命中し負傷したという自作自演を行う俗に言うロハス事件において本市と契約していたアルゼンチン人カメラマンリカルド・アルフィエリが投げ込まれた発煙筒がロハスに全く命中していないことを証明する写真を撮影結果本市が世界で最初にスクープすることとなり事件とは全く関係のないはずの日本の雑誌が真相を明らかにしたことが話題となった 1993年の J リーグ発足以後、週刊化、週刊サッカーダイジェストもそれに追随したが、発行部数でダイジェストに差をつけられたことや、出版不況の影響などもあり、週刊発行を2013年10月29日、首都圏、近畿圏基準に発売された、同11月12日号をもって終了し、1月から20年ぶりに月刊誌に戻り、 月刊サッカーマガジンゾーンとしてリニューアされることになった。発売は原則毎月24日。これに際し特別編集長としてサッカー解説者日本サッカー協会国際委員の宮本恒康を起用した。クリスタルアウォードは週刊サッカーマガジンが選定する年間最優秀日本人選手に贈られる賞である。週刊サッカーマガジンに寄稿しているライターなどで 有識者で構成された選考委員により受賞者が決まる。受賞者は原則一人だが2002年は特例で二人が受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。